皆さんこんにちは。新東憲法9条代表の天木直人です。今日の私のニュース解説は、何といってもトランプ大統領がツイッターで発表したイラクとの核合意からの離脱表明です。ロイターが報じました。5月12日に表明すると言ってたのを前倒ししてですね、8日、つまり日本時間9日の午前3時頃らしいんですけど、アメリカが、欧米とイラクが合意した核合意を離脱すると、もし、本当にそういう決意をアメリカがすればですね、私は中東情勢は一気に緊張関係になると思います。イランはもうすでに発表しています。アメリカが離脱すると、そして、イランに経済制裁をかけるということになれば大変なことになるということです。で、私はこのことと北朝鮮の非核化とが連動していると思います。今北朝鮮の非核化はですね、米朝首脳会談が5月にも前倒して行われるというのが若干遅れてどうもずれ込みそうなんですね。おそらくボルトンとかポンペイオ、いわゆる米保守派がですね、ムン・ジェイン大統領が主導してトランプを説得した米朝合意の、非核化合意、これに対して待ったをかけていると。つまり北朝鮮に対して、厳しい要求をして巻き返しに出ているという気がします。それを証拠に北朝鮮の労働党新聞はアメリカに対して警告を発しました。しかし私はトランプ大統領は米朝会談で、金正恩ともう何らかの合意をすると、非核化について、完全とまでいかなくてもですね、決裂させるようなことはまずない。なぜならばアメリカはイランと北朝鮮の2つを相手に戦う二正面作戦はできないはずです。そしてアメリカは明らかにイランの核を絶対容認しない。少し前にですね、ポンペイオがイスラエルに行った時に、まさにネタニヤフ首相はイランが核開発をしているということをですね、証拠を示して、世界に訴えた。こんなことは異例中の異例です。当然イランは猛反発しています。そんな中でトランプ大統領がイスラエルの肩を持ってですね、イランとの核合意を離脱すればですね、当然のことながら中東でイランとアメリカ、イスラエルの緊張が高まります。でそんな時にですね、北朝鮮との非核化交渉を決裂して北朝鮮を攻撃するようなリスクを取るとは私は思えないんです。で果たしてどうなるか、明日、日本時間明日にはこのアメリカのイランとの核合意離脱が大きく報道されるでしょう。果たしてそのことと北朝鮮の非核化交渉どうなるか、これは非常に興味のある、注目すべき出来事だと思います。今日の私の解説はこれで終わります。